A の抵抗を RA オーム、B の抵抗を RB オームとしてですね、で RB を基準にします。そうしますと、RA の直径ですねは RB の直径の2分の1なので、断面積は4分の1なんですね。で、断面積にかかるですね、抵抗ですね、抵抗は4倍になりますね。はい。それから次ですね、RA の長さですね、 RA のですね長さですね、RB の長さの2倍ですね。長さにかかるですね、長さにかかる抵抗はですね2倍になりますからね。で、したがってですね、RB 分の RA ですね。で、これは結局 RB にしたらですね、4×2 倍の RB になりますよね。はい。そうすると、これ8倍になります。ね。こうなります。さあ、それでですね、これはまあ、文章で言ったんですけどね、数式でねやってみます。RB 分の RA ですね。はい。そうするとですね、これは、1.6 のですね2ですね、これの2乗 π ですね。で、こちらが40倍のローですね。で、こちら側は2分の 3.2 の2乗の π ですね。長さが20倍のローですね。こうなります。はい。そうすると、これはですね、40倍のローですね。2分の 1.6 の2乗 π かけですね。これひっくり返しますんでね。20倍のロー。2分の 3.2 の2乗の π ですね。そうすると、これがこう、これが2になりますね。これ消えますね。これ消えます。はい。そうするとですね、これも消えますよね。そうすると、2×3.2 を割ることの 1.6 ですね。で、これ2乗ですね。そうすると、これは 2×2 の2乗になりますから、2×4 で8倍と、こちらでも、同じ結果が出ました。